ズドラースト V1。 皆さん、こんにちは。さて、本日は前回に続いて探索を行いたいと思います。前回は拠点を離れまして、奥に見える荒野バイオームを飛び越え、この砂漠の村を見つけました。今回も新しい土地を探しに行く予定でしたが、あそこに何かがあることに気づきました。この辺りはバージョン 1.20.4 で生成されており、何か新しいことがあるかもしれないので、まずはあそこに行ってみたいと思います。さて、エリトラで近くまで飛んできました。見えていたものは、新しい砂漠の村と砂漠の寺院でした。砂漠の寺院は、前作でも来たことがありますが、何かアップデートがあるかもしれないので、探索してみましょう。中の構造は、以前と変わってなさそうですね。ということは、真ん中のお宝箱も健在でしょうか？おお。怪しげな感圧板とともに、お宝箱がいくつか見えましたね。感圧板を踏まないように気をつけて下に降りて、お宝箱と床下にあるTNT を回収していきましょう。お宝箱の方は以前と変わらず、しょっぱめな感じですね。おや？エンチャントされた金のリンゴが入っていましたね。昔は金のリンゴはとてもレアなものでしたが、現在は手に入りやすくなったみたいですね。その分、使い道も増えたみたいなので、いつか活用してみたいですね。砂漠の寺院は、基本的には砂岩ブロックでできているのですが、この辺りの床はかなり見にくいですが、砂ブロックでできています。これは、もしかしたら、バージョン 1.20 の追加要素である、考古学が、関係しているかも、しれませんね。確認するためには、専用の道具が、必要となりますので、一度、拠点に戻りましょう。拠点に戻る、途中ですが、新しそうな、土地を見つけたので、ちょっと、寄り道をしていきます。一部分だけ山ができていて、てっぺん付近だけ雪が積もっているという、現実にもありそうな地形となっていますね。拠点の周りにも雪の地形はありますが、実はアップデートで、地表付近は雪が降らなくなってしまいました。なので、雪を集めるときは、ここに来たいと思います。この青っぽいブロックは、見たことないですが、何のブロックでしょうか？寒い。これは、粉雪ブロック、ですね。粉雪ブロックは、上に乗ると、沈み込んでしまい、体温が下がっていきます。そして、一定時間経つと、凍結ダメージを受けてしまいます。私の場合は、テクスチャがわかりやすいものになっていましたが、通常は
雪ブロックと、とても似ているので、雪山を歩くときは、注意が必要ですね。さて、拠点まで、戻ってきました。砂漠の寺院との距離は、おおよそ、2000マスくらいですね。拠点に着いたら、考古学を、たしなむために、必要な道具を、作っていきます。その、道具というのは、ブラシ、という、アイテムです。ブラシは、ドーインゴットと、棒と、羽から、作ることができます。耐久値が、どれくらいあるか、わからないので、予備も、1本、作っておきます。それでは、道具も作れましたので、砂漠の寺院に、戻りましょう。砂漠の寺院まで、戻ってきました。早速、作ってきた、ブラシを使って、考古学を、たしなんでいきましょう。と、言っても、実は私は、たしなみ方が、わかっていません。とりあえず、この辺りの砂を、ブラシで、払ってみます。何も起きないですね。まずは、いろいろと、試してみます。あれから、試行錯誤、していたところ、なんだか、怪しげな砂を、見つけました。というのも、クリックした時の音が、他の砂と、違うのです。とりあえず、ブラシを、使ってみましょうか。うわぁ？なんだか、おっかないものが、出てきましたね。床下トラップの、残りでしょうか？ともあれ、何かが出てくる砂の、条件は、わかったので、他にもないか、探してみます。後半に続きます。クトエタ。さて、怪しげな砂を探し続けて、もう一つ見つけました。こっちは何が出てくるかな？これは火薬ですね。やはり、床下トラップの名残でしょうか？何かお宝アイテムなどが出てくると嬉しいのですが。今度はエメラルドが出てきましたね。そしてこちらからはもう一個 TNT が出てきました。この調子でもっと考古学をたしなんでいきます。さて、床らしきものが見えてきました。おそらく、これで終わりですね。発掘できたアイテムを確認してみましょう。結果としては、火薬が3つと、TNT が2つ、エメラルドが1つでした。もっと、古代的なものが、出てくるのかと、思いましたが、普通のアイテムが、出てきましたね。せっかく、ブラシも、作りましたので、他にも、考古学を、たしなめるところがないか、探してみます。調べてみたところ、怪しげな砂は、砂漠の井戸にも、あるらしいです。ちょうど、
近くにありましたので、こちらも発掘してみましょう。井戸の水を全部抜きまして、早速怪しげな砂を見つけました。ここからは何が出てくるでしょうか？ここからもエメラルドが出てきましたね。こっちにも怪しげな砂があるので、ブラシを使ってみましょう。おお？何か実績も達成されましたね。出てきたアイテムは、醸造家の壺のかけら、というものみたいです。使い道はわからないですが、古代チックなものが出てきましたね。かけらということは、いくつか集めると、願いが叶う的なものだと思いますので、他にも探してみましょう。近くにもう一つ、井戸がありましたので、こちらも採掘していきます。こちらの井戸は、目新しいものは、ありませんでした。数も、少なかったので、ちょっと、残念です。もう少し、考古学を、たしなみたい気分なので、他に、砂漠の寺院や、井戸がないか、空から、探してみたいと、思います。三つ目の井戸が、ありましたので、わっ。サボテン兄貴にぶつかってしまいましたが、こちらの井戸も発掘していきます。どうやら、井戸は、二つくらいしか、怪しげな砂は、ないようですね。砂漠の寺院の方が、たくさん取れるっぽいので、井戸を直したら、新しい、砂漠の寺院を、見つけましたので、早速、考古学を、たしなんでいきたいと、思います。この、砂漠の寺院でも、奥の方が、砂岩ではなく、砂ブロックになっていますね。この下に怪しげな砂があるはずなので、発掘作業を行っていきましょう。これは、壺のかけらでしょうか？新しい種類のかけらが出てきましたね。この調子で、発掘を進めていきます。発掘シーンはダイジェストでお送りいたします。ということで、発掘が完了しました。この砂漠の寺院は、ダイヤモンドと、いろいろな種類の、壺のかけらが埋まっていましたね。持ち物がいっぱいになってしまったので、今回のたしなみで、ゲットしたアイテムたちは、シュルカーボックスに詰め込んでおきます。
もちろん、中央の下にある、お宝箱も、確認していきます。TNT も、忘れずに、回収していきましょう。それでは、早速。じゃじゃん。いつもの、お宝箱ですね。二つ目、じゃじゃん。こちらは、金リンゴがありますね。三つ目、じゃじゃん。おお。前回に続いて、新しい鍛冶型がありますね。これは、大当たりですね。最後、四つ目、じゃじゃん。あらまあ。こちらも、いつもの、といった感じですね。それでも、ここでしか手に入らない、鍛冶型が、ゲットできましたし、考古学も、たくさん、たしなむことが、できました。久しぶりに、新要素に、触れることができて、私は、とても満足です。それでは、お時間も、来ましたので、本日は、このあたりまでといたしましょう。さて、今回の動画はいかがでしたか？次回は、とあるアイテムを集めるために、装置のようなものを作りたいと思います。お楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。ダスビダーニャ。